姉妹車の例トヨタの後、トヨタボクシー姉妹車とは、外観衣装の部品に差異を設けるなどを行って、異なる名称を付けて販売される自動車やオートバイの車種同士の関係を有属性である。兄弟車、双子車とも呼ばれる。主にバッジエンジニアリングと呼ばれる販売手法を用いて、外観の一部を変更するなどし、複数のブランドあるいはメーカーの製品として販売される車種を言う。 このうち複数のメーカーから販売されるものは OEM 社とも呼ばれる。日本のメーカーが国内に販売する場合は一つの車種を複数の販売チャンネルで流通させる際に異なる社名が与えられて姉妹社となる例が多い。過去には多数の販売チャンネルを持つ車種も多く、マーク2三兄弟やパルサー三兄弟などのように呼ばれる兄弟社もあった。 姉妹車同士の相違点は、社名エンブレムや設定されるボディカラーなどの違いにとどまる場合だけでなく、バンパー、フロントグリル、前後のトーカルさらにはボディ外反パネルなどを変更し、差別化が図られているケースもある。姉妹車同士は前述のマーク2三兄弟のように、まとめて一つのモデルとして扱われることも多い。また、一つのモデルのボディバリエーションや仕様によって、 別々の商標が与えられている場合も姉妹車と呼ばれる場合がある。姉妹車同士は部品に互換性がある場合が多く、外観上の改造として姉妹車の部品を流用する手法がユーザーによって行われる例は少なくない。あるいは大きく外観の異なる部品を周辺部品と一緒に交換する顔面スワップなどと呼ばれる改造もしばしば見られる。例えば日産。 180SX のスカットルより前の部分を日産、シルビアの部品に交換したシルエティやその逆のワンビアなどが該当する。メーカーにとっても円数にとってもそのメーカーの個性が重視されるクーペタイプのスポーツカーは単独開発が基本であった。しかし20世紀末以降実用性、環境性能重視の風潮が強くなってスポーツカーの販売台数が 大幅に減少し、さらに EV、運転支援技術といった高度な技術における競争が激化して自動車一種あたりの開発コストが高騰していることからスポーツカーを単独で開発することは難しくなってきている。そこで他社との共同開発という形をとり、同時に姉妹社として発売するケースが増加している。代表例完全に異なるモデル同士であっても、 プラットフォームが共通である場合は、姉妹車と呼ばれる場合がある。プラットフォームを共有する姉妹車の場合、上記のバッジエンジニアリングや、ボディバリエーションとは意味合いが異なり、それぞれが別個のモデルとして扱われるため、ユーザーに意識されることはない。具体的には、以下のような例がある。ホンダ日産、ルノー、ルノーサムスンフカヒュンダイモーターグループ。 フォルクスワーゲングループその他プラットフォームを共有する車種同士では足回り部品等の流用が可能なケースが多い。一つのプラットフォームから多数の車種が作られることが当たり前になり専用のプラットフォームを用意する例がほとんどなくなった近年ではとプラットフォームを共有する軽プラットフォームを採用やオーベースに開発されたと表現される方が一般的である。 ありがとうございます。